信州大学教育学部の佐藤でございます。子どもたちはどのように一人一台の端末を使い、そして保護者の皆様はどのように感じているかについてお話をいたします。まずギガスクールが始まると一体何が起きるのかというふうに思われる方がいるのではないかというふうに思います。最初はですね、どんな授業が行われるのかから始まりまして、よく懸念として聞かれる姿勢やそして視力がですね気になりますというお話、セキュリティやモラルはどうなるのか、子どもは端末で遊んでしまうのじゃないか、そもそも勉強に使ってくれるのか、まあ、そういった疑問があるというふうに思いますので、そのあたりについてお話をしてまいります。この実践ですね、6年生の外国語の実践になります。外国語の授業が始まるとですね、 Google フォームを使ってですね、前の時間の振り返りをしています。子どもたちは先生からですね、 Google クラスルームでリンクを提示されます。そのリンクをですね、子どもたちがクリックをすると Google フォームに飛んで、この前の授業では何ができたか、何が分かったか、ここは分からなかったか、そういうことをですね、1、2分でクリックしたり入力したりするわけですね。そしてそれがですね、すぐに先生の横にある画面にですね、映し出されて、先生がですね、クラスの状況を確認をしながらその日の授業に入っていくというわけですね。今まででしたと、アンケートを取ったりとかですね、テストをすると先生がですね、回収をして、子どもたちが何かをしているときに採点をしたり、あるいは子どもたちが帰った後に採点をして、そしてこういった結果を出せるのは次の日だったわけですね。それが子どもたちが Google フォームで回答して、たった1、2分後にはですね、子どもたちにすぐにフィードバックしている点、これがすごい非常に優れているわけですね。こちらはですね、作品にコメントをしているシーンですね。よく使われる事例になりますけども、スプレッドシートに名簿がですね書かれていまして、感想を書いたりとか意見を書いたり、それがですね、友達のものも見えたりですねするわけですね。そうするとよく自分の考えがですね、うまくまとまらない子どもはですね、友達のものを見て参考にしながら考え直したりとかですね、あるいは書き上げた子どもはですね、他の意見も見ながらですね、もっといい考えが浮かばないか、そういうふうにやってクラウド上で常に学び合うというような状況が生まれています。こちらは Google スライドですね、で俳句を作っています。1枚ずつのスライドに子ども1人ずつ割り当てられていて、俳句を作っているわけですね。この様子も他の友達も見えるわけですね。そしてこの子どもも他のスライドに見に行って、あ、こういうふうに作ってるんだというようなことをですね、気づきがありながらどん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 作成していくというような場面になります。こちらグラフの読解です。ジャムボードというアプリケーションを使っていますけども、このグラフからですね、何が読めるのかということをグループで話し合っているシーンですね。ここからここはですね、数値が上がっているとかですね、そこから横ばいになっている、そういったことをですね、一人で読み取るではなくて、みんなで読み取る、そしてそれが何が共通しているのか、他のですね、友達が気づかないことに自分が気づいたりとかですね、あるいは自分が気づかないことに友達が気づく中で、共同的に学んでいる事例になります。こちらはですね、中学校3年生の授業になります。偏差値を理解する授業を学年で取り組んでいるシーンです。学年全員でですね、Google Meet をつないだままになっています。そしてこれはですね、全員このように Google スライドで標準偏差をですね、考察することが行われているわけなんですけども、このシーンでも子どもたちは見に行くようなことが行われています。友達のものをですね、スライドを見に行ってるのが見えるかというふうに思います。このようにですね、自分がわからないこと、あるいはもっと深めたいことをですね、どん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 学びに行くわけですね。やってることはですね、個別に勉強してるわけなんですけども、クラウド上では学び合ってたりとかですね、学びに行くとかですね、そういった現象が生まれています。
そして Google Meet ですね、やられていますので、Google Meet の中で、チャットも動いています。わからないことはどんどん聞くわけですね。で、聞いてですね、80人も90人もいる教室でしたけども、誰かがですね、わからなかったことに対して答えれるとですね、ウェブ上で、勉強をしているし、端末ではですね、一人で勉強してるんですけども、ウェブ上で、解決されるとですね、学年全体で、急に拍手が起こったりするわけですね。まあ、チャット見て拍手が起こるんですけど、チャット上で拍手してるわけじゃなくて、それはリアルでやってるわけですね。まあ、そういったものがすごい面白かったなっていうような、まあ、そういった授業になります。まあ、こういうことがですね、一人一台の端末でクラウドが使われていくと、行われていくということになります。はい、ここからはですね、こういった授業を受けている子どもたちですね、を見てきた保護者の方と、見てない保護者の方のアンケートの比較になります。一人一台の情報端末をですね、7月から使っているクラスと使ってないクラスの保護者ではですね、どういった形でその意識差ですね、が生まれたのかというお話をします。まず左側ですけども、これは使っている子どもの保護者ですね。右側はですね、使っていない保護者、この前提で進めていきますけども、使っている保護者の方がですね、子どもがコンピューターを主体的に使ってですね、学習しているというふうに思っているというような事例になります。続きまして、この質問はですね、家庭でお子様はコンピューターとの情報機器を利用する際にルールを守っていると思うとかというような質問だったわけなんですけども、使っている保護者の方がですね、ルールを守っていると思っているわけですね。使ってない保護者の方は、そうは思っていないわけですね。ただ使っている保護者の方はですね、見ている中でですね、やはり気になることが出てくるわけですね。ですから9月から12月まで見ると数値が下がっているわけですけども、まあ、それにしてもですね、使っていない子どもの保護者の方に比べたら高いわけですね。それからですね、こちらは使っていない保護者の方のことを書かせていただきましたけども、使っていない子どもの保護者の方がですね、情報機器を望ましく使わないと思うようになっていくというふうに書きました。9月から12月にかけて数値が上がっているわけですね。ですから、どんどんですね、使っていない保護者の方がですね、情報機器を望ましく使わないと思うようになっているわけですね。一方で、使っている保護者の方を見ますと、9月も12月も、ほとんど変わらない、わけですね。まあ、そういうふうに考えていくとですね、やっぱり子どもの姿を見ているということが非常に重要だということが、分かります。それからこちらはですね、家庭との連携です。家庭と学校の連携の、質問になりますけども、使っている保護者の方がですね、家庭と学校の連携を充実すると思っているわけですね。情報端末にですね、学校から情報が配信されるとかですね、あるいは子どもが家庭でどのように使っているのか、それがですね、あるときは先生からの指示で宿題をすることはあるかもしれませんし、あるいは友達とですね、クラウド上で学んだとかですね、あるときは家庭からですね、先生にこの勉強はどうやってやればいいのかというふうに質問をしたりするわけですね。その姿を保護者の皆さん見ているわけですね。まあ、そうするとですね、今まではできなかったことが家庭からもですね、先生方に連絡を取っていつでも学習ができる環境になっていくことをですね、保護者の皆様は実感しているのかというふうに思います。それから、使っている保護者の方ですね、はですね、子どもがコンピューターを上手に使って勉強していると思うようになっていってます。はい、そしてですね、使っている保護者の方がですね、子どもがクラウドを理解しているというふうに思うようになっていきます。7月段階とですね、7月9月段階と12月段階では大きく向上しているわけですね。まあ、これもですね、子どもたちの学習状況を見て、クラウド上で学習する姿を見て、あ、こんなことも理解しているのかということを実感しているような、そんな数値の変化になっています。そしてこれは懸念の方ですね。よく聞かれることかもしれません。今までもですね、ゲームをするとかですね、コンピューターを使うと目が悪くなるのではないかというようなふうに思われてきたわけなんですけども、これはですね、使ってない保護者の方が目が悪くなると思っているというデータになります。
使っている保護者の方々はそうは思ってないわけですね。これはいろんなことが考えられます。例えば保護者の皆様がですね、子どもたちの姿を見て画面と顔が近くなっていたらもっと遠ざけなさいというような指導をされたりですね、あるいはそういった指導は学校でもされているシーンを授業参観等で目撃するのかもしれません。ですから端末があってその前で子どもたちが使うことによって教員もそうですし保護者の皆様もそうですけども、直接悪いなと思ったこと、良くないなと思ったことを指導できるようになるわけですね。ですからそういったところがこのようなデータになってきたのかなというふうに考えられます。そしてこれもですね、姿勢の話になります。使ってない保護者の方がですね、子どもたちは姿勢が悪くなると思っています。そしてそれも7月9月段階よりもですね、12月の方が増えているわけですね。で、一方で使っている保護者の方ですね、こちらの方ではあまり数値が変わらない。これも先ほど申し上げた通り、目の前の子どもたちにですね、直接指導ができるわけですね。少しずつ改善もできるわけですね。ですからこういう懸念がですね、少なくなっているのではないかというふうに考えられます。はい、以上ですね、保護者の皆様がどう感じているのかという意識のことについてお話をしてきました。これはですね、私がかつて担任をしていた時にですね、情報端末を一人ずつに持たせて授業していた時のあるシーンになりますけども、子どもたちの顔を見ていただけますと、もう分かると思いますけども、非常に真剣な顔をして学習に取り組んでいることが分かると思います。こういうですね、子どもたちの真剣な眼差しであったり姿勢ですね、こういうのを見ていきますと、保護者の皆様はですね、ああ情報端末で、きちんと勉強できるんだとかですね、何よりもですね、我が子が頑張っている姿を見て、そしてですね、子どもたちがコンピューターを使うことに対する誤解が解けたりとかですね、学習に向かう姿勢がですね、きちんとついていくんだなということを通してどん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 安心していくのだというふうに思います。まずはですね、子どもたちがですね、使ってみて、そして子どもたちが真剣に学習に取り組む姿を見ていただくのが保護者の皆様の安心にとっては一番いいことなのかなというふうに考えています。